三島アライフインフォーチャプターズは日本とアメリカ合衆国の合作映画。三島幸雄の生涯とその文学作品を題材にした電気風の芸術映画。美、芸術、行動、文武両道の4つのチャプターからなる。1985年にアメリカ、欧州などで公開されたが日本では未公開である。制作は日本のフィルムリンクインターナショナル。 アメリカのアメリカン、ゾエトロープ・トルーカス・フィルム。日本人俳優が日本語で演じている、初の本格的な日米合作映画として、画期的なものとされている。本国アメリカでは、工業的に惨敗したものの1985年度の第38回カンヌ国際映画祭、最優秀芸術貢献賞を受賞し、各方面で大きな反響を呼んだ。当初日本でも、三島、 11月25日、改正の放題で公開予定だったが、三島役の同性相手描写などに対して、陽子夫人が反対し、右翼団体の一部が抗議しているという噂が流れたため、映画配給会社が躊躇して、日本では劇場公開されなかった。日本ではビデオ DVD 化もされていないため、幻の作品となっている。冒頭のタイトルバックは、海の 花田遠くに、深紅の朝日が昇る風景で始まる。第1部、美には、金閣寺。第2部、芸術には、京子の家。第3部、行動には、本場の三島文学を、ダイジェストで映像化した三部のそれぞれに、三島が自決した、当日の気象からの経過を追ったカラーの、ドキュメンタリー調の、1970年11月25日、のシークエンスと、三島の幼少期から、 縦の解結成までの反省をモノクロームで描いたフラッシュバックのシークエンスを交えた展開となっている。例えば本場の主人公、飯沼イサオが滑腹自殺を図ろうとすると、いきなり三島が自作の映画、夕国の切腹シーンを撮影している場面に切り替わるといったつながりになっている。第四部、文武両道には、 一ヶ谷中屯地に到着した場面から自決に至るまでの1970年11月25日のシークエンスと陸上自衛隊富士学校での体験入隊中の場面や練習機 F-104 登場のフラッシュバックのシークエンスにより構成されており最後に三島が切腹しておたけびする場面に前三部の小説のラストシーンがワンカットへ描かれ 本場の最後の一行の、まさに刀を払へ突き立てた瞬間、日輪は、まぶたの裏に角液と小津田のナレーションとともに、冒頭のタイトルバックにあった太陽が、正面に丸く昇っている風景で、エンドロールとなる。なお、フラッシュバックで描かれる半生の総話や、ナレーションには、自伝的小説、仮面の告白や、私の遍歴時代、 太陽と鉄などの随筆からの引用が使用されている。制作葬式は、ゴッドファーザーシリーズと、地獄の目視録のフランシス・フォード・コッポラと、スター・ウォーズシリーズのジョージ・ルーカスが務めている。監督と脚本は、タクシードライバーの脚本で高く評価された、ポール・シュレーダーが、ナレーションは、フレンチ・コネクション、ジョーズシリーズのロイ・シャイダーが、撮影監督は、アメリカン時頃、 キャットピープルのジョンベイリー、カメラオペレーターを栗田豊通りが担当している。なお、撮影直前までの脚本では、第4部に天神護水が含まれていたが、構成があまりにも複雑になりすぎるという理由で割愛された。また、ポール・シュレーダー監督は、第2部、芸術では、金色を使うことを希望していたが、遺族側の承諾が得られずに、京子の家になったという。 準備段階では、ジョン・ベイリーの要望によりスタッフ間でイメージを共有するための資料として1969年の日本映画、ご用金の上映を行い、ルックの参考とした。主演、小形健が演じている三島の役は、戦後分断デビュー以降から1970年11月25日に起きた陸上自衛隊、市ヶ谷駐屯地での牢場、自衛隊決起を促す演説、 そして最後のップ自殺である。小形県を含めキャスティングは日本を代表する俳優陣で占められ非常に豪華なものであった。日本人俳優は日本語で演技をしているため英語の字幕と三島文学の熱心な愛読者だという俳優、ロイ・シャイラーによる英語のナレーションが要所についている。海外で発売されている DVD には小形県による 日本語のナレーションが収録されている。制作発表が日本で行われた1983年6月、コッポラは制作の経緯について以下のように語っている。三島は変わった人生を送った人だし、小説だけでなく、写真にしろ映画にしろ非常にオリジナリティを持っている。北条の海の第一作、春の雪を読んで感動し、映画化を考えていた。 そんな時に、ポール・シュレーダーから協力してくれという話があった。自分でも監督をしたかったので、最初のうちはちょっと競争心も湧いたのだが、そのうち一緒に手を組んでいくのが一番いいと思うようになった。コッポラ、三島製作発表ポール・シュレーダーの兄で、日本映画通であり、新日課のレナード・シュレーダーは、1968年に、初来日してから、同志社大学で、 英文学の講師をしていた当時、1970年の三島事件に遭遇し衝撃を受けていた。それ以来、レナードは三島の小説や資料を集め続け、1975年から映画化を構想し、弟、ポールに提案して一緒に脚本を書き始めたのだという、ポール・シュレーダーは三島を日本で撮影中以下のように語っている。もし、 三島幸夫が実在の人物でなかったとしても、私はフィクションの中で三頭のような人物を描いただろう。三島は私が興味を持っている一番描きたいタイプの人間だった。彼は自分の人生を一つのフィクションのように扱い、人生そのものを芸術作品にしようと意識的に生きたのだと思う。実在しない人物について書く方が本当なところ簡単だ。しかし、 実在した人の人生を見ていくと、フィクションよりもずっと面白いものがある。三島の場合、私が西洋人で彼が東洋人であることも、私の興味をそそった。ポール・シュレーダー、柿道博のインタビュー、三島役として、坂本隆一にもオファーがあったという。坂本はこれを断った理由について、自身がパーソナリティを務めていたラジオ番組、サウンドストリートの中で、 戦場のメリークリスマスの後にこの映画で三島役を演じたら海外から坂本は右翼だと思われそうだと冗談めかした口調で語りこれと同様のコメントを映画ラストエンペラーのパンフレット内のインタビュー記事でもしている作中の事件当日の朝小形県演じる三島が青い酒のガウンを着てコーヒーを飲んでいる場面があるが実際の三等は当日の朝は コップ一杯の水しかお手伝いさんに要求していない。また、写真集、バラ系の撮影で、三島自身がカメラのアングルを指示している場面があるが、写真家の細井栄光はこれを否定し、以下のように語っている。三島氏は自分を被写体と呼び、最初から最後まで完全に被写体に徹してくれたこと、そのことを、市はバラ系の序文、細井栄光除説の中で、 はっきりと書いている。だから、ハリウッドの映画監督が作った映画、ミシマの中で私らしい写真家が登場するが、そこで、画面上のミシマがカメラを構える、写真家に向かってカメラの位置を変えるように手で指示するシーンが出てくるが、あんなことは絶対になかったし、ありえないことだ。その映画のポール・シュレーダー監督が前もって、私にアドバイスを求めてきたら教えてあげたのに、残念だ。 細井栄光、誠実なる警告風切り公開前に1985年の第1回東京国際映画祭で特別上映を予定していたが、上記の騒動があり、岡田茂日本映画制作者連盟会長が、三島なんかやったら右翼が反対して騒ぎ、第1回目から大混乱になると上映を拒否した。プロデューサーの山本又一郎が岡田に、国際映画祭は右翼に屈服してはいけないと、 反論したが結局上映されることはなかった。三島の評価は賛否両論を巻き起こし、映画界で話題を読んだ作品である。三島の文学研究の立場で鑑賞すれば、三島の小説の中の都合のいい断片部分を寄せ集めた感のあるものとして批判的な要素もありながらも、小説家の思想と小説の作中人物の関係性を一本の映画の中で、 表現させようとした試みの大胆さは評価に値すると、柿井道宏は解説し、日本の作家、三島由紀夫の存在を広く世界の映画ファンに浸透させたと評している。カンヌ国際映画最翌日の新聞各紙の報道は、三島をはじめ、縦の回の軍服に身を包んだ人たちの姿が美しい。この作品には、三島というもののすべてが凝縮されているや、 滅多に見られない一つのスタイルを発見している。今回の全作品中で最も野心的な作品だをはじめ、インターナショナルヘラルド・トリビューン氏などが3時の記事を載せた。その一方、リベラシオン氏は、シュレーダー監督は、三島と自決したと皮肉を込めて酷評した。これについて、柿道博は、三島文学に全く関心のない記者が酷評したのだろうと述べている。 ジョディ・ホスターは映画雑誌ロードショーのもっと評価したい映画を一本だけ上げて自分の好きな映画を語るという企画特集で三島を取り上げている。また、ジョディは来日した際のインタビューで三島文学をかなり読んでいたので映画にも興味を惹かれてみました。三島の文学作品を撮った部分と 三島幸夫の生涯を対比して描いたところが素晴らしかった。作品部分は凝った構成で、生涯の部分はドキュメンタリータッチになっている。その対比が絶妙だと思ったと述べている。ありがとうございます。